久々っすね。ちょっと頑張ってやってみましょう。流れてるな。釣りやすい。触ってんだけどな。出るか。なるか。じゃないよね。ボラとかやめてよ。どこ行くんだお前。やめろ。よしよし、強い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 。よし、メジャーだ。まあまあでかいっすよ。ようやく来たよ。よしよしよし、ゆっくりゆっくり。慌てない慌てない。38あるかも。やっと来たよ。え、メジナいました。やったね。冬のメジナって感じ。ほら、嬉しい。40ないよね。40ちょっと届かないですね。39ですね。39センチ、上出来でしょう。取られなくなりましたね。
7匹ほど捕獲しました。それがあれなんですね。出ましたよ。迷子っぽいですね。水温はそれなりに高いのかもわかんないですね。すると配合が食っちゃいますね。ちょっと配合早いんじゃないか、来るのか。じゃあまた夏に会いましょう。はい、違いない。何か当たってます。見えてるんですけどね。もしか見えないの。アイゴだったら泣けるな。アイゴっぽいな。お、メジナか。よし、メジナだ。浮いてる。いやー、損してましたね。だいぶ浮いてたな。ですよこれ。よし、よかった。やっぱり浮いてきてるんですね。もうちょっと早く気づけよってね。よし。ほら、これ。お腹パンパンですよ。
こうやって飲み込んでるもんな。うわ、お腹パンパンのやつ。まあサイズはこれ37ですね。37センチ。見てこれお腹。ハリスを、ハリス50センチぐらい詰めて、誘導も同じく50センチも詰めてないか、誘導は30センチぐらい詰めましたね。これ多分ね、浮いてる。強いですね。これはまあまあ強い。メシナ来いよ。見えねえ。慎重に。よし、メシナメシナ。よし、サイズあるある。どうではないですけど、これもまあまあサイズありますよ。よかった。今のでちょうどいいとこ買ってます ね。よし、じゃあこの棚が正解だな。ここにいいとこ買ってます。34、35ですね。35センチ。ほらほら、白子。